古くから受け継いできた近江文化というお宝を今のカメラが訪ねます。今日は銅のお宝。さあご一緒に。ん？なんだこれは？ヨーロッパの教会か？と思うほど西洋風の建物がおよそ400人が暮らしている長浜市高槻町東八辻の集落の中に建っていた。このモダンな建物は世界で初めてディーゼルエンジンの実用化に成功した山岡孫吉さんがふるさと東八辻に寄贈した公民館なのである。2月10日の昼下がり、東八辻の集落にサイレンの音が響き渡った。さあいよいよ薬師如来、乃木田大神、そして不動明王を祀る氏神様乃木田神社に東八辻の五穀豊穣と安全を祈り、新しい春を迎える伝統行事の行いが始まった。三組の塔屋から鏡餅を持って集まった氏子衆が乃木田神社に参拝に向かった。行列の先頭は舞玉である。竹を使って稲穂をかたどった高さおよそ3メーター、幅およそ2メーターの大きなもので餅7升が巻きつけられ、その重さは50キロにもなるそうだ。そして湯宮で読まれた俳句や川柳、願い事を書いた短冊が吊るされている。まるで七夕の笹のようだ。昔はこの舞玉、各組ごとに遠野で制作してその出来栄えを競ったと聞いた。しゃぎりの音とともに舞玉に続いておみき箱、ちょうちん、掛け軸、鏡餅と行列を組んで神社に向かう。鏡餅はこの日の早朝、氏子のそれぞれの遠野に集まった年番の氏子衆がついたもので、エビというお飾りがついている。しゃぎりはおよそ半月ほど前から有志が集まって笛と鐘の練習をして今日に備えた。東八辻の行いは薬師如来の行いということで、昔から薬師様の縁日である8日と決まっていたんだけれども、今は8日に近い日曜日になってしまった。時代の流れで行いの行事も少しずつ変わっていくんだろう。氏子衆の負担を軽くして儀式を簡素化する。それは大切な行いの行事を絶やさないためなんだろう。東八辻の今年の行いもそろそろ終わりに近づいた。次の塔屋への引き継ぎの塔渡しの儀と、どこの組がどの神仏を受け持つかを決める玉くじが行われていた。行いは今年も豊作でありますように、氏子みんなが安全に暮らせますようにと神仏に祈る、先祖からずっと受け継いできた行事である。いや、ひょっとしたらこの公民館を寄贈したディーゼルエンジンの山岡孫吉さんも舞玉を担いだかもしれないね。